とさーとファーは全然ぼやとさーとで、この後上行けばいいって感じですよね。その下いやーすごいとか、あーなるほど、1曲多分飛ぶ知ってるいいよ、作っても。あの、すいません、挨拶もらっていいですか。始まったせーの、おやっとさ、西田愛です。花見です。はい、というわけで、前回に続き、はい、西愛チャンネルのテーマソングを、やっと皆さん この、ね、考えていただいた言葉たちの中から今なんとなく曲作りを進んできました。エメロできましたね。固まって、あ、安子への部分だけメロが決まれば、そこ次第で B メロ作るか、そのまんまあのサビの西愛チャンネルあやあやに行けるかだよね。あ、でもなんか B メロない方がキャッチーですかね。なんかそうですよね、うん、じゃそっちに行きましょう。ちょっと考えますいいよ。歌をつまみに焼酎飲んで、時計を見たらもうこの時間、あの行けたの何だったんでしたっけさっきなぜだかサビに行きましたよねそう、でそのままワイトサーから上がってたんじゃない、行ったんですよね。多分こう出てこうやってるだけワイトサーという言いやすこうやって多分こうからちょっと高めのとこからそうですね。で多分コードも変わったんでしょうねおやとさーと癒す声みたいな、そうです、そんな感じですみたいな感じだよね。いやすごいとかいかんかった、あ、そんな感じ、そんなそのメロディー、それにしましょう。いやすごい西愛チャンネル愛の愛だ。私はいいの見つけたよ。何ですか。まあさんはたくさん書いてくれてて結構文章っぽくなってるんだけど、はい、ワンフレーズだけ抜粋して愛を愛を奏でます。愛が漢字でひらがなの愛、うん、漢字の愛をひらがなの愛を奏でます。だから西愛チャンネル愛愛愛、西愛チャンネル愛愛愛、愛を愛を奏でますみたいな。そう、あ、いいですね。西愛チャンネル愛愛愛、行きましょう。西愛チャンネル愛愛愛、だからもう一行必要だね、なんか。そうですね。まあ、す、なんかすだと、でも返しちょっと待たないと思います。まあ、す、なんかすって多分グッとこないと思うんですよ、うん、愛を多分奏でましょうとかの歌いやすいと思うんですよ、グーってくる風な感じに、うん、例えばダラ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 みたいな感じの多分ちょっと奏でてこうよぐらいな感じね、うん、多分なんかのがメロディーが聞きやすくなる。奏でるようにみたいな、みたいな、みたいな。奏で、奏でるっていうその奏でますじゃなくて、奏でようなのか、奏でたらなのか、奏でてもなのか、奏でたりとか、奏でるって言葉も素敵だから、奏でてゆく、奏でてゆくいいんじゃない？そうですね。西愛チャンネル愛愛愛のフレーズの後ね、愛を愛を奏で
てゆくという歌詞にしました。ちょっとフレーズ感的に言葉がもうちょっと欲しかったので奏でてゆくにしました。もともとはまーさんの考えた奏でますだったんですけど、ちょっとフレーズ的にね奏でてゆくという感じに変えました。このダラダラダラってリズム絶対私からじゃ出てこなかったんで嬉しいです。ありがとう。絶対私食っちゃってたんで褒められてる。ありがとう。一緒に作ったからできた感じ。嬉しい。今 A メロができました。ゴールドバーさんの、歌をつまみに焼酎飲んで時計を見たらもうこの時間、ふと YouTube 覗いてみたらオレットサーとイヤスコへ。そしてサビがこれいいですね。西愛チャンネル愛愛愛、西愛チャンネル愛愛愛、ほしいさんでまーさんの愛を愛を奏でてゆく。もう一回西愛チャンネル愛愛愛、西愛チャンネル愛愛愛、あと一行、あと一行、何かがあったら出来上がります。すごいすごい曲ってできるね。できるんだね。もっと大変、もっとなんかいっぱい時間かかるかなと思ったけど、皆さんの言葉がさすが素晴らしいから。まさみさんの溢れる愛をあなたにみんなの愛に包まれてらへん、そうだね、溢れる愛をあなたへみたいな感じか、みんなの愛に包まれてみたいな感じかだね。いいかも。ここまで来たら愛をあざとく使おうよ。そうですね。愛だもんだって私、愛ちゃんだもん。あざとく、あざとく、しつこく、だって愛を愛を奏でますね。し愛チャンネル愛愛愛、もう愛を何回言うかってくらい、いっぱい入れよ。日光にするってことよね、いいんじゃないですか。いいじゃん、溢れんばかりな感じで溢れるが2回来るとまあ適当に多分ここはテイクしていただいて、落ち着ければいい感じ。いいじゃないですか、まさみさんの溢れる愛はあなたへ。え、これでプラス見つけなくてよくなったってことですね。わ、すごいじゃん。え、できた？できた気がしますね。できちゃったかも。できちゃったかもしれないです。あとはちょっと冷静になって、一応ちょっと長いこんな感じ。じゃあ流しながらやっていこうかな。あいあいあい、せっかくやからいろんな人の、ね、入れたいから、ミウイッチのあいあいあいのこの読み方にする。ひらがなの愛と漢字の愛と私で、あいまいみまいの愛。あ、日愛チャンネル、アイアイアイってこと？テロップを出すときに、アイアイアイって言うんですね。いいですね、それ。いいじゃん、じゃあ、アイアイアイだけ、ミュウイチの、アイアイアイ。アイアイアイをいただきますか。では、とりあえずまとまりましたので、説明をしますと、まず A メロになる部分が、ゴールドバーさんのもう丸々使ってみました。本当に、この日愛チャンネルを、もう、なんていうの、まるっきり表現したようなね、素晴らしいですね、条件も浮かぶしね、素晴らしい、ありがとうございます。そして、そのままサビに行きます。サビは西愛チャンネルアイアイアイって考えてくれたのがホッシーだったんですけど、同じくアイアイアイっていうフレーズはミュイッチも考えてくれたので、アイアイアイをひらがな漢字ローマ字も英語でアイマイミーマイのアイね、もアイなので、ここはミュイッチでホッシーミュイッチの合作にしました。で、愛を愛を奏でますっていう言葉でまーさんつぶやいてくれたけど、歌のハマり的に奏でていくっていう言葉にちょっと変えさせてもらって、こんな感じで、もう一回サビに行きますね。西愛チャンネル愛愛愛、2人の合作、そして最後、まさみさんの溢れる愛をあなたへ、このフレーズで終わっていくわけなんですが、どうだろう、フレーズ的には溢れるを2回、もう溢れんばかりのその思いを表現するために、溢れる溢れる愛をあなたへ、こんな感じで、曲のフレーズは終わるんですが、タイトルね、タイトル、タイトルはもう一発で意外と決まりました。クーさんの、クーさんだって、クーちゃんのじゃじゃん、ウエストラブソング、まあ文字通り西愛
ソングというわけで、ぴったりかなと思ってウエストラブソングというタイトルにしようかなと思います。すごいすごい、すごいすごいよ、できたよ。いや、愛の溢れる曲ができましたね。できました。メロディーもみんなの言葉が合体したこのウエストラブソングに、しっかりとメロディーをつけながら、歌を取っていきたいと思いますので、うん、はい、次回出来上がった曲を皆さんに聴いてもらおうと思います。ではまた次回、西田愛と、はい、花見でした。バイバイ、ウエットさん。愛がたも下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。